はい、皆さん、こんにちは。Good morning, everyone. ということで、世界の皆さん、こんにちは。炭酸水好きな俺の飲酒、じゃあ、シュワシュワ動画始めていきたいと思います。今回飲むのは、サンペレグリノ。という、炭酸入りナチュラルミネラルウォーターです。原産国がイタリアです。で、これまあ、プラスチックのやつですね。これ瓶のやつもあるんですけどね。ペットボトルです。硬度が4ミリグラムの、まあ、これは硬水ですね。いわゆる。賞味期限が2013年の8月。で、こちらですね、俺以前、Amazon で買ったことがあるんですが、一箱ね、安かったんで買ったんですが、もう全くもって炭酸がね、もうほぼ抜けてて、ほぼしないという、超微炭酸の状態で、若干だけ、炭酸が残ってる状態でね、クソすぎてね、後悔したんですけど、これは1本あたり、1本で売ってたところのやつ、買ったんで、どうでしょうかといったところです。多分サンペルグリノ自体、ほとんど炭酸抜けてるんちゃうかな。あ、でも割とこっちは炭酸があるね。残ってる。微炭酸といったところかな。じゃあ飲んでいきます。乾杯。微炭酸。味自体は美味しいです。まあ一応ミネラルウォーターなんで、若干、まあ、しかも硬水なんで、若干の、なんていうかな。ミネラルって感じの味しますね。微炭酸。非常に微炭酸です。こちら。そうですね。微炭酸というより、微炭酸よく弱い気がする。これ割り剤には向いてないですね。これ、直接飲む。ああ、でも弱いな。弱い。炭酸弱いです。まあ、個人的に、割り剤としては、しか、炭酸水は買わないので。これダメだな。はっきり言って。ダメ。全然ダメ。これは、そうだな。やっぱり、炭酸がね、強くないとね、酒の香りっていうのが、やっぱ楽しめないですからね。そこはやっぱり、そうですね。炭酸が弱すぎる。これだったらもう炭酸水として機能するのかというレベルですね。まあ、機能、まあ、そうですね。
炭酸嫌いな人に。いいんじゃない？って言ったとこでしょうか。まあ、そもそも炭酸嫌いな人、炭酸飲料買わないですか？まあ、アマゾンでは、俺は買わないことにしてます。このサンペレグリノはね。まあ、割材としてちょっと炭酸が弱すぎる。まあ、アマゾンで俺炭酸水は、ペリエですね。買ってもペリエだな、やっぱり。基本的に。ペリエの、缶のやつね。330ml。あれが一番、美味しいし。あと、缶なんで、一缶。いい感じに使い切れるっていう意味で、500ml だと多すぎるんだよね。本来ならば、ウィルキンソンの、250ml の缶のやつ、あれがいいんですけど、ただ、アマゾンだとなんかあれ送料無料ではないみたいなんで、ちょっと、あれが良かったんだけどな。本当ならば。あれ欲しいんですけど。あれが送料無料だったら絶対あっちなんだけどな。250ml でもちょうどいいんですよ。あれぐらいが、あれぐらいの量がちょうどいいんですけどね。まあ、ということで、これは、そうだな。まあ、二つ星だな。ゲロルシュタイナーよくは、マシですけど。まあ、二つ星。炭酸。弱いんで、弱いの致命的。それではご視聴ありがとうございました。